自分甲子園目指して野球やってたんですけど、うん、コロナ世代で野球の大会すらなかったんですよ、うん、なので先生になって甲子園に行きたいなと思って、うん、で、あの先生目指しました。ああ、そうか、はい、あれコロナの時代か。そうなんですよ、コロナ世代は僕21歳なんで、うん、ちょうど野球の大会なかったんですよ、うん、できなくて、その時ちょっとしんどかったですね、うん、もう12年間甲子園のためだけに野球やってきて、うん、それがなくなっちゃうんで、うん、昨日はスタバ来ました。夜遅くまでやってるんで。あ、あとは今21だもんな、何でもできるよね。そうですね、なんでいろんなこと挑戦したいですね。本当だよね、いろんなとこ行って、うん、まだまだあなたの可能性はさ、人力車以外のもっとジム以外ももっと広い大きなものありそうな気がするな。なるほど、うん、だからあの、まだ高野の山を見てさ、はいはい、いろいろ見た方がいいよ。いや、間違いないね。いや、間違いないですね、本当に、うん、まあ、目標はありますけど、うん、確かにそう言われた通り、うん、固まらず行こうかなと、うん、いや、いい考えですね、うん、女の子なんか見てびっくりしちゃった。カンボジア行ったりとかさ、あっへえなんて思っちゃうね。すごいですよね、みんな、うん、東京力車の女の子。そう、いや、本当だよ、びっくりしちゃった。タイに行ったりとかさ、半年留学してきたとかさ、うん、そう、みんな行動力すごいんですよ。すごい、そう、幅が広いんですよ、うん、僕、浅草のことは他よりみんなお金使うんですけど、うん、海外行ってないなっていう、うん、俺んちがさ、俺もタイ行ったことあるけどさ、はい、ほとんどがさ女遊びだもんな。女遊び。すごいところに泊まったな。よいしょ。雷門と、うん、撮れますか、映ってますか。まだ何回も来るからさ、まだまだこれからだよ。あなたの良さはね、一回じゃ分かんないから。いや、嬉しいな、うん、アパレルとかもやりたいんですよ。アパレル、アパレル、あ、自分が有名になれたら自分のブランド作りたいです、ね、お、そう、それもファッション好きなの。はい、ファッション好きなの。ファッションはおしゃれ好きではないけど、シンプルな服が好き。うん、そんなファッション詳しくないです。もうシンプルでマッチョでみたいな服が好きなんで、うん、自分のタンクトップ、トレーナー、うん、いろいろ作りたいですね。うん、それ着て筋トレして、うん、インスタとか SNS で上げたり、うん、もういいなーって。でも顔がいいから何だって映えるよね。はい、顔がいいからさ、映える。あ、本当ですか、うん、嬉しい。それはめっちゃ褒め言葉です。嬉しい。弟いるかな。そこゴールになります。うん、また次の撮影あるときにもっと黒く、うん、かっこよくやっとくんで。浅草人すごかったですね、うん、多くて。これ動画専用なんですか。そう、こっちも写真と動画で、うん、
撮りました。では貴重なお時間ありがとうございました。赤松トラジでした。